これは22日午後、中国の天津市で撮影された映像です。ビルに沿うように炎が上がり、黒い煙が立ち込めています。また、ビルの中にいた人たちは慌てて外に避難しています。中国国営の中央テレビによりますと、火災が起きたのは27階建てのオフィスビルで、現在のところ死傷者は確認されていないということです。地元の消防当局が火災の詳しい原因を調べています。